はい、皆さんこんにちは。吉祥寺たまっチャンネルのたまっちです。今日は吉祥寺の街を飛び出しまして、同じ武蔵野市内なんですけれども、こびと農園さんっていうね、2022年から新しく農業を始められたこちらの農園、住所で言いますとね、武蔵野市の関前3丁目8番付近というところなんですけども、そちらへやってまいりました。でね、なんでこちらにやってきたかと言いますと、たまたまね、吉祥寺にあります、経営者の仲間のですね、サークルあるんですけども、そちらの方でこの小人農園のオーナーさん、女性のね、鈴木さんという方なんですが、その方に知り合いましてですね、ぜひ新しく農業を始める方っていうのね、珍しいなと思いましたんで、応援の意味も含めてこのように取材をさせていただいて、今後も継続的に収穫の度にですね、ぜひ現地を訪れたいと思います。そんなね、鈴木さんなんですけれども、農業女子プロジェクト、東京ネオファーマーズ、野菜ソムリエ、そしてね、初級園芸福祉士ですとか、またはあの農林水産省さんが公認する農福連携技術支援者団といいましてね、さまざまな肩書きをお持ちでございます。2022年からこの武蔵野市だとですね、隣の小金井市におきまして、農業を新規でですからね、誰から引き継いだということもなく始めていらっしゃいまして、ぜひね、皆さん、購入とかで応援ねしていただければと思いますので、概要欄にリンクの URL を貼っておきますので、よろしくお願いします。またね、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。